はい、こんばんは。どうも。あれ、ちょっとどうだろう。撮れてるかな。よいしょ。大丈夫かな。ちょっと待って。ちょっとどうだろう。撮れてるかな。はい、どうも。ちょっと修正できてるかな。はい、今日もちょっと配信というかね、やっておりますね。今日もね、ドライブ途中というか車のね、運転の途中にね、ちょっとやってみます。はい、ね、ちょっと雨が降ってですね。はい、まあ、今日はね、まあ、ちょっとどんな話をしようかなとか、なんかちょっと、うちの犬がね、ちょっと交通事故に遭っちゃってね、ちょっと心配でね、今ちょっと帰ってるんですけどね、どうもないといいんですけど、まあ今のところ大丈夫ってことなんですけど、なんか車にひかれちゃったみたいな感じでね、ちょっと怪我をしているって感じだけど、ちょっと病院に明日でも連れて行こうと思ってますけどね、なんか夕方にちょっと散歩途中でなんかちょっとあれ、車にはねられたって言われてね、なんか電話かかってたんで、それを当てて帰ってるんですけど、はい。まあ相変わらずね、海ベタの方ね、海岸線を帰ってます。まあ仕事のことでね、ちょっと今日は本業の仕事でね、ちょっといろいろとあってですね、ちょっとバタバタだったんですけども、最近ねちょっとね、私のね仕事はね、予備校のね、マネージャーやってます。でちょっとそこでね話がね、今日ちょっとその話をしようと思ってね、苦労話ですけど、生徒さんがね、入って、まあ、いるんですけど、生徒さんがいるんですけど、まあ、その生徒はね、女の子が2人いまして、高校生ね、高校2年生で、まあ、ちょっとね、いいところの受験、まあ、全国的に、ね、全国で、ね、5本の指に入る、ね、大学を、ね、受けるという、ね、2人の生徒さんがいまして、まあ、ちょっとね、その子のために、その子たちがね、ちょっと個別でね、生徒をつけて、先生をつけてですね、講師をね、私がね、もちろんつけるんですけども、まあ、その、つけた先生がね、ちょっとあんまりよろしくなくて、ちょっとそれでね、もうちょっと辞める可能性が出てきたとか、辞めるんですかね、ちょっと昨日、ちょっと言われてですね、もうちょっと1ヶ月とかね、辞めるかもみたいな感じをね、先生が言われたんで、急遽慌てまして、先生を変えるからね、ちょっと待ってくれと、ね、いう感じで一応ね引き止めて、まあ、ちょっと先生を今日ね、その手はずをやって、講師をね変えることになりました。まあ、科目はね、まあちょっとね、その先生がね、なんでその先生が、そのクレームが出たかというとね、その先生ね、実はね、初めてじゃなくてクレームがね、もうこれで3回目なんですね。ここ半年ぐらいで一番こう真面目な先生だということで、結構ちょっと私もね、ずっとその先生に生徒をずっとね、回していたんですけども、ちょっと片っ端からね、生徒がね、あまりよくわからないというね、授業がよくわかんないと、なんか難しいというよりもなんかあまりやる気がないっていうかね、でちょっと私もね、見学させてもらったところね、ポストリートで見学させたりとか、ちょっとね、レコーダーをね、録音機をちょっと設置して、どんなね講義をやってるかちょっとね、ちょっと撮らせてもらったんですね。聞いたらね、やっぱちょっとこれはちょっとやばいなと、もうなんかやる気がないなと、時間がね、決まった時間がやっぱり1時間なら1時間とかあるうちに全然こう教えてないじゃんとね、問題解かせてほったらかしみたいな感じでね、分かんないとこあったら聞いてねみたいな感じでぼーっとしてるっていうかね、もうただ時間が経つのを過ぎてってるっていう感じで、全然その生徒に対して成績を上げようっていうね気持ちが全く感じられなかったね。で、まあ、これはね、やっぱりちょっと最初の段階が悪かったんですね。私が最初ちょっと甘くしたもんで、この先生をね、ちょっと仕事をあまり舐めてるとこがあって、ね、だからもうちょっとこの今更ね、もうちょっとまたこう、ね、その先生をねしつけ直すかっていうのも大変なんで、まあ、その先生もね、もうすぐちょっと訳あってね、あと何ヶ月間かで辞めちゃうってことなんで、もうちょっとそれならばちょっとね、もうちょっとやる気がないってことなんで、もう急遽変えて他のね、やる気のあるね、若い先生をつけることになりました、ね、若い講師をつけて、まあ、その先生
新しいそのね、若い講師はやる気もあってね、能力も高い、ね、だからちょっとその講師をねちょっともうつけるっていうことでちょっと話をつけて、やっと今日その話をね生徒として、講師にね、新しい講師にもちょっと話をして、ちょっとね、もうちょっと2人増やすんで、ちょっと頑張ってくれって感じでね言ってね、まあそれはねトントン拍子に進んで、まあそれでね、生徒の方も、若い先生も講師も、まあ、OK ということでね、やっとねトントン話に、ね、話が進んで終わって帰ってるという感じです。ほんと疲れますねこういうのね、まあ気づかなかった、生徒の気持ちに気づかなかった私が一番悪いんですからね、早く気づいたんで、実はね気づいてたんですよ、気づいてたんだけども、ちょっとやっぱりねなーなーになってたっていうかね、そのね、今までのね、今までの講師のね先生にね、だからちょっとそこがねちょっとやっぱ悪かったなと、やっぱりちょっとやっぱビジネスなんで仕事なんで、やっぱそこはねきっちりね、仕事はねやっぱりやる気のない人はやっぱり去ってもらうしかないかなとね思いまして、まあ、ちょっとこう決断をしました。まあ、苦渋の決断ですけどもね、そこは仕方がなかったかなと自分で思いますね。そういうことがあってね、今日はねちょっとね疲れましたね、やっぱりねしたくないんですよね、そうやってね、せっかくね、来てもらってる縁があってね、こうやって一緒にね仕事してる人に対して、私のところでね仕事してくれてる講師に対して、あんまりねそういうふうになんか仕事を減らしたりとかね、そういうことはしたくはないんだけど、やっぱりねそういう決断をしなきゃいけない時があるんですね。で、この私のねこの業界というね、予備校、大学受験予備校の業界というのは本当にね講師の質っていうのはね、これはもう命運左右しますから、まあ、当たり前だけどね、やっぱりいい講師がいて教え方が上手とかいうのもあっての、ね、そういうなんかな、教え方の上手い先生のところにはね、教え方上手い先生がいる、ね、予備校というのはねやっぱ反映しています、ね、ただここでねちょっとね誤解してほしくないのはね、教え方が上手いイコールその教務のね力があるとかね、その科目、例えば数学とか英語はね、英語が上手だとかいうのね、英語の知識があるとかね、数学の知識があるね、歴史の知識があるとかいうのではないんですね。知識があるだけでは逆にね、アウトプットです。教え方とね、あと生徒が分かってるか分かってないかを瞬時に見抜く、このなんかね空気の読み方のこのね鋭さ、これがやっぱりその講師のね、実力の見せ所、腕の見せ所なんですね。そういう能力でね、アウトプットですね、知識じゃないですか。知識のインプットがどんなにやろうとね、まあ、教え方っていうかね、アウトプット、表現の仕方、教え方ね、言葉の使い方やね、その教える順序の違い方とかね、この言い回しのね、言い回し方とかね、例え話ができないとかね、そういうのがあるとね、全くダメですね。だからね、アウトプットですね、表現力です、このね、講師の力量というのはね、そういうのがね、あってね、まあ、そういう、アウトプット、表現力のあるね、講師をね、やっぱり雇って、そしてそのね、講師をとても大事にすると、ものすごく大事にする。そしてそのね、講師に気持ちよく働いてもらうようにね、してね、で、やっぱそういう表現力のある講師はね、高く登用してね、そしてもう大事に重宝すると、ね、で相手にもそれを伝えると、ね、君にはもうとんでもなく頑張ってくれてるって頼むよと、もう君に期待してるという感じでね、目をかけてあげると、これがやっぱりね、マネージャーの仕事かなとね思っております。まあ今日はこの辺でね、また仕事の話をね、私の仕事の話またお話しますんで、それではまたよろしくお願いいたします。